あのクレームの電話っていうのもやっぱ相当勇気を持ってかけてきたの、フジテレビに。まあそうっすね、どうなるんやろうと思いながら、まあいいやと思って。そう、そしたら俺だったと、相手が。そうっすね本当に何なんだろうかこの人はと思ったけど。この1年8ヶ月9ヶ月ぐらいの間ってどうなの、あの例えばネット上で2チャンネルとかああいうの見てる、どう、自分のことどう書いてる、それちょっと俺も全部チェックしてるわけじゃないからさ、教えてよ。正直、うん、見てます。いや見てるでしょ。見てます。いや全部チェックしてると思うんだけど、どういうふうに書かれ、まだ書かれてるの、それとも彼は今元気なのかとかさ、その辺どうなの。まず2チャンネル上はどういう感じになってるか分かる、うん、いやまあ賛否両論ありますよね、ま、こういい意見もあればこう悪い意見もある。だからその前回もこう話した通りなんですけど、うん、悪い意見っていうのもこう一概に全部悪い意見ってやっぱ言えない。例えば悪い意見ってどういう意見。まあその同じこうやっぱ血を受け継いでるからまた何かやるんじゃないかとか、こういろいろ書かれてるんだけど、やっぱね前も言ったようにこう自分に興味関心がなければそういうことをこう書く時間すら多分取ってくれんはずやから、何かしらどんな形であれそのいろんな人の心の中にこう僕っていう人間が少しでも入ってるっていうことやから、まあ一概に悪い意見ばっかりとは言えないなと思って。これなんかちょっと成長しない。だって前だったらさ、まあこんなのね、いやまあ正直逃げてばっかり、いや逃げてるっていうか、ね、テレビ番組のあの時代はさ、なんかこう書かれるとすぐカーッとなる部分もあったりとかしてさ、なんかやっぱりまあいい気持ちはしなかったですね。なん か, かもう言われたことに対してなんか自分も書き込まないと気が済まないみたいな、こうそういう感じもあったじゃない。まあその言われることに関していやそれは違うよ、本当はこうだよっていう意見を、まあ、返したかったっていう気持ちの方が強かったですね、正直。でも今はもう正直ないですね、そういうの。なんか声聞くと随分こう穏やか穏やかになってるよね、さらになんかこうトゲトゲしくなくなってるよね。うん、自分じゃあんまりちょっと分かんないですね、いやだけどすごいよ。うん、前だとさ、やっぱなんかこうね、ちょっと怖い分もあったりとかさ、なんか怒ってんのかな、こいつとかさ。いやまあ、正直僕自身その億劫な部分っていうのもかなり多かったんで、まあ、今はもうそれが全くないわけじゃないですけどね。ところでさ、あのこれあえて俺会う前にね、LINE で打たなかったんだけど、昨日知った話、実は、うん、あの事件がネットフリックスでドラマになるって知ってた？全く知らないですねどうやらこの秋、連続配信するらしいよね。そうですね、うん、ドラマ化するらしいんだよ。うん、なんかこう複雑な、そうだよね、すごい複雑な気持ちですね。それってなんか連絡一切ないでしょ。いやないです。連絡あったらだって俺のところにも来るもんね、こんな連絡あったってさ。全くないですね。だからあのいわゆる、うん、ノンフィクション形式のドラマじゃなく、実録じゃなくっていわゆるフィクションなんだよね。うん、そう、あ、創作もの、うん、そう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 。昨日聞いたの、あのっていうネットのニュースのね記者さんから、明日会うんだなんて言ったら、知ってますみたいな、ドラマになるんですよみたいなこと言われてさ、マジって話になって、タイトルも決まってんの、これ、愛なき森で叫べっていう、こういうタイトルでさ、うん、なるんだよ。へー、この監督でさ、うん、出る配役もね決まっててさ、なんとも言えないですね。はあ、なんとも言えないですね、なんか。どうする、文句言う？いやもう僕の伝えたかったことっていうのは、こうやっぱテレビっていう場を用意してもらって、伝えさせてもらってるんで、もう、言うことはないですね。
でももっとなんかこう反応するかなと思ったけど、意外と冷静だな、相変わらず。あれ、どういうこと？いや、もう今は別に、うん、それだけやっぱ、まあ、僕の口からはちょっと言えないですけどね、こうなんか題材にして見たいっていう、こうその欲求を満たすようななんか魅力があるんじゃないですかね。僕は事件が、僕はないですけどね、そういうのは一切、まあ、できることだったら使ってほしくないなっていう気持ちはありますけどね。それはこう見たいと思う？いや、思わないですね、全く。何回もこう繰り返し繰り返し出てくる感じですもんね。当時のことを、ああまたやるのかって、あんまりもう興味を持たないようにしてます。そっか。ところで、そのね、久しぶりに会ったんだけど、この間ってどうなの？お父さんお母さんには会ってはいるの？一回会いに行こうかなと思って断念しました。それぞれに？お母さんは言ってるでしょ？いや、言ってないです。言ってないの？言ってないです。手紙はずっと来てますけど。どんな感じ？お母さんの手紙っていうのは。いや、もう相変わらず元気にしてますかっていう。もう返してないですけどね、手紙。まあ、ちょっと今はまだ返せないかなって。なんで会いに行ってないの？あれだけ、ね、会いづらい、会いづらい。それはどうして？テレビに出たからとかじゃなくて、じゃなくて、まあ、その自分の中でその父と母に対してこうどう向き合っていいかっていうのが固まらない。あ、そう。全く。どんな顔して会いに行ったらいいんだろう。それって何？テレビに出た時よりもまたちょっと違 う, こう気持ちになってきてるってことなの？改めてこう振り返ってみて、とあとその世間の人たちの反応を見て、こう今までの自分じゃこう考えれなかったとこ、見えなかったところがこう分かるようになってきて、それとどう向き合ったらいいのかなっていう。で、どんな顔して会いに行ったらいいかな。ちょっと答えが出ないですね、今。まあ、いつか落ち着いたら会いに行こうかなと思ってますね。だけどほら、ね、言語が変わって、お父さんのさ、あれが、ね、そうですね、っていう話もいろいろね、こう噂されたりとかね、御社ってことで、ね、でも会いには行ってないんだよね。まあ、行けないですね、今は。あ、そう。え、なんで、なんで、でも前、ね、頑張ってこう言ってたじゃない、それぞれさ。父の方はもうこのまま会わないまんま、あ、そう、いなくなってくれた方がいいかなっていう気持ちと、会わなかったらずっと後悔するんだろうなっていう気持ちが、まあ、半々ですね。あ、そう。こう心のどっかでまだ大丈夫だろうって、すぐに来ないだろうっていう、なんかそういう、その証拠があるわけじゃないけど、そういうふうに、まあ、まだ大丈夫ってこう思いたい自分もいるって、まあ、会いたいようで会いたくないっていう、なんとも複雑な。そっか。だけど、まあ、さっきもね、ここにいる沖田とも話したんだけど、やっぱりこう親だよね、やっぱりね。そうは言ったってね、親は親だよね。なんだかんだやっぱり親ですね。それ以外今はいないわけじゃんね。頼れる人も当然いないわけだしさ、自分一人で今生きてるわけでしょね。まあ、だからといって親に頼れるものでもないしね。でも親は親だもんね、やっぱりね。まあ、そうですね。なんていうか、こうそれを認めたくなかったんだと思うんですよね、今までは。いろんな人がこう、結局親は親とか、まあ、多分思ってると思うし、言ってきた人もいるし、なんていうかな、もう僕自身もそう思ってたとこがあったんですけど、いや、結局その追ってほしい時に追ってくれんかったやないかっていう。だからその親として認めたくないっていう、その気持ちが今は、まあ、素直になったじゃないけど、こう向き合うようになったんかな、そこは。まあ、なんだかんだ親は親なんだなっていう。全然その
大好きかって言われると別に大好きでもないし、まあその全部を許してるかっていうとその許してるわけでもないし、でもやっぱ親は親なのかなって。